私がまだ何も知らなかったあの年の夏休み、世界がそれまでとは全く違って見えるようになった。いや、実は私自身が卵の殻を破って変貌したのであろう。今でもはっきりと思い出すことができる、あの年の夏休み。まるでまだ昨日のことのような気がしてならない。家に帰ってしまった。今日から3人だけの夏休みってわけだ。帰るところのない者同士のね。どうしてみんな家なんかがいいんだろう。3人だけじゃつまんないよ。寂しがりや。ええ。和彦はいつだってそんな風なんだ。その風って？大人ぶって冷たい目をしてるんだ。そりゃお前より大人さ。和彦、君の冷たい目のためにね。言うわね。やめろってのりお。寮に戻ってるよ。おしゃべり。だってさ、かかってこい。よし。僕はいつか君が帰ってくるって信じているよ。わっ、誰やだ、助けて。直人、怖かった、びっくりしたよ。一人ぼっちでこんなところに来ちゃダメじゃないか。一緒に来てって頼むつもりだったんだ。でも和彦と話してたから。和彦を誘ってたんだよ。和彦は来たくないって言ったんでしょ。本当は真っ先にここへ来なくちゃいけないのに。一人で来たいと言ってたよ。直人はいつだって和彦の肩を持つ。好きなんだもんね、和彦は。バカ、違うよ。祈ろう、一緒に。ねえ、信じてるの？死んでしまったって。もう3ヶ月になるからね。だって死体は上がっていないんだよ。永久に眠り続けるために湖の底を選んだんだよ。やっぱり自殺だと思っているんだね。直人は3個、僕は2個、和彦も2個。おかしいな、電波かな。
よう。また悲しい夢？忘れたよ。もう忘れた。汗が。シャワー浴びてくる。早くしろよ。待たせるとノリオがまためくれる。僕が作ったんだよ。フライパンは大きくて重くて、だけど僕は一生懸命作った。和彦は今日ちょっと具合が悪いんだ。ごめんよ、のりお。和彦が卵を嫌いだってことを知ってたよ。でも僕は今日食事当番で、僕のできる料理はオムレツだけだから。おいしいよ、のりお。無理して食べるなんて嫌味だよ。平気だよ。動くと刺される。静かに。嫌だ、怖いよ。かわいそうじゃないか。そんなことして平気なの？だって怖がっていたから。嫌いなんだろう。嫌いだよ。でもだからって殺さなくたっていいだろう。そっと捕まえて逃がしてやればいいのに。そうだね。そうすればよかった。でも、ノリオがあんまり怖がるから。僕のせいにしないでよ。ノリオ、いい加減にしろ。だって、かわいそうだよ、ハチが。さっきまで生きてたのに。君が殺した。君が殺したんだ。やめろ。靴を洗ってくる。意地悪だな、ノリオは。言ってみたかったんだ。当てつけて言うなんて、お前らしくないよ。残酷だ。じゃあ君もそう思っているんだね。和彦が優を殺したって。違う。君の顔に見える。君のことばかり考えているから。君は、君のことが。僕にもよくわからないんだけれど、こんなことよくないことなのかな。わからない。でも僕は苦しい。うまく言えないけど、とても苦しい。じゃあもう話したりしない方がいいのかもしれない。待ってよ、そんな風に言わないでよ。頼むから。
これが僕の返事だ。幽霊でも見てるみたいだね。そんなに珍しい？僕の顔。生きてたのか、ユウ。ユウ？何のこと？君その制服は学院のものだろ。今日から世話になるよ。転入生なんだ。転入生？そう。よろしく。なんか文句あるの？君。今は夏休みだよ。知ってるさ。だけど家庭の事情でここに追いやられたってわけ。僕は家の中では余分な存在なんだ。名前は？気に入らないな。まるで尋問されてるみたいだ。ごめん、そっくりなんだ。誰が？自殺したこと。僕が？ユウという名前を知ってるか？知らないよ。気持ち悪いな。僕はカオルって言うんだ。カオル？そうだよ。学院はこっちだね。和彦？帰ってきたよ。ユウ！違うって、カオルだよ。なぜ僕の名前を知っている？何言ってんの？今自分で名乗ったじゃないか。おかしなやつだな。これで3人目だ。何が？僕を見て驚くやつさ。もう嫌だよ。どこへ行く？部屋を探しにだよ。誰なんだ君は？身分証明はできたろ。君が監督生なら預けとくよ。新学期に転校生が来るってことは聞いてたけど。それが僕さ。君は言うの？また言うか。そういうやつは兄弟にも親戚にもいないんだ。早く来たからって追い出したりしないだろうね。問題はあるけど仕方ない。じゃあ部屋に案内して。夏休みだから空き部屋はいくらでもあるよ。よりどりみどりだね。この部屋が気に入った。なぜ？他の部屋は住んでるやつの匂いが強すぎてね。でもここはまるで誰も住んでなかったみたいだ。よっぽどつまらないやつの部屋なんだろうな。おとなしい子だったよ。それから？三月前死んだ。崖から落ちてね。だけど死体はまだ上がっていない。自殺した僕のそっくりさんか。自殺？誰がそんなことを言った？和彦って変なやつ。和彦が？あいつは時々マジな顔で冗談を言うからね。自殺じゃないの？事故さ。へえ、変なの。入ってこいよ。お化けじゃないんだけどな僕は。優が帰ってきたよ。よせ。
転入生のこと。転入生じゃない、優だよ。あいつは優なんかじゃない。優の部屋入れたのか。気に入ったらしくてね、彼。どうして相談もしないで決めるなんて規律がめちゃめちゃになってしまうじゃないか。大した問題じゃないさ、そんなこと。二人とも興奮しちゃって。いなくなる前の夜、優は一枚のレコードをくれた。それから僕に言ったんだ。僕らは卵から生まれた少年という名の鳥なんだよ。鳥は卵の中から抜け出ようと戦う。卵は世界だ。生まれようと欲するものは一つの世界を破壊しなければならない。鳥は神に向かって飛ぶ。ヘッセのデミアンだね。そう言ってたよ。それから僕は僕の卵を壊して羽ばたく。それから飛ぶ。彼に向かって。彼って。この音楽を聴こう。同じ曲だ。本当にユウだ。ユウが帰ってきたんだ。何をするんだ、こいつ。寄せよ。やめろよ。なんだよ。僕が何をしたって言うんだよ。いきなり殴るなんてひどいよ。ひどいよ。課題終了。お先に失礼するよ。ダメだよ。まだ。どうして。だって時間割があるんだもの。バカみたい。そんなの。僕らだけで生活しているんだから自主的な規律が必要なんだよ。僕には必要ないね。また殴るっての。逃げよっと。あ、行っちゃった。ほっとけよ。喧嘩しないでね。大丈夫。もう構うなよ。Thank you.
やめろ。殺したの？崖から突き落としたの？言うとか言うやつをさ。違う。和彦、和彦、どうしたんだ？夢を見ていた。ひどくうなされてたよ。何時？今3時。一番人が死ぬ時間だ。誰かいる？立っている。錯覚だよ。いるんだ。ドアの外、音が。和彦、あいつだ。落ち着けよ。あいつが立ってる。ヒルが立ってる。ドアの外に。誰もいないぜ。和彦、どうしたんだ？お願い。手を解けろ。し、指やめろ。和彦、さそんな氷みたい。毒は嫌だ。和彦、まさかこんなことで。和彦、聞こえないのか？君は薫だね。嫌だな。当然だよ。眠れないの？そっちこそ。もしかしてお前無遊病か？違うよ。眠れないから直人と和彦のところへ行ったんだけど。だけどなんだよ。何でもない。仲間外れにされたんだな。入るよ。ユーって子のこと教えてよ。ユーは和彦のことが好きだったんだ。好きってあんなやつを？でも和彦はユーのことなんて見向きもしなかった。まさかそれで自殺したんじゃないだろう？知らない。和彦はみんなから愛される。何もしてあげないのに、優しくもないのに好かれる。だから僕は和彦が嫌いなんだ。大丈夫か？忘れろよ。早く。ここから出たい。なぜ？時々僕は窒息しそうになる。ここに閉じ込められていることが無性に嫌になる。でもここは安全地帯だよ。だから憎みたくなる。僕を取り巻いているものすべてを壊してしまいたくなる。壊しても壊しても壁だらけさ。僕らにできるのは多少居心地のいい壁を探すことぐらいだ。
気だよ、母さん。心配しないで。この学校のことを少し話すよ。今は夏休みで、寮に残っているのは3人しかいない。うん、そんなんじゃない、大丈夫だよ。寮に残っている3人は和彦に直人にノリオだよ。和彦と直人は3年生、ノリオは2年生だ。直人は大人ぶったやつだよ。それから和彦は妙に神経質で、ノリオはまだ子供だ。ねえ母さん、母さんは何をしている？僕は母さんが再婚したのがやっぱり少し悲しいよ。僕は今でも世界中で一番母さんが好きだよ。だから僕は母さんが作ろうとしている新しい家の中では暮らせない。母さんが僕より愛しているかもしれない男を父さんとは呼べない。僕はね、僕の時計を他の奴らより進めて早く大人になりたいんだ。それでね、母さんの時計は僕が大人になる時まで一秒も動かないように止めてしまいたい。母さんは眠り姫のように眠って、僕が口づけをするとようやく目を覚ますんだ。これなんていうか知ってる？知らない。モナルダって言うんだ。シソ科のモナルダ。物知りなんだね。こっちにもある。おかしいな。やっぱり電波かな。違うって、こっちだよ。違うよ、これがこうなんだって。違うって、こっちだよ。違うよ、来た来た。こうだよ。これだけ？ハムと野菜だけ？そうだよ。トーストもミルクも卵もあるじゃないか。これっぽっちじゃ食べた気がしないよ。一週間に一度しか食料配達のおばさんが来ない。それまでは三人分を四等分して食べる。計算外の余分が誰か分かってるだろう。サンキュどうしたの？交代、カオルに代わってもらうよ。弾いて。ユウはピアノがとても上手だったね。ユウよりも楽しそうに弾いているよ。ユウはカオルみたいになりたかったんだよ。ユウはひたむきでとてもいい子だったけれど、もっとわがままにもっと自由になりたかったんだよ。そうだろうか。カオルはユウの生まれ変わりなんだ。
んだよ。気持ち悪いな。邪魔はしないよ。邪魔してるじゃないか。だって面白いんだもの。おもちゃじゃないんだぞ僕は。うるさいんだよ。あっちへ行けよ。カオルよりユウの方が好きだ。僕には関係ないね。ユウは精一杯だった。懸命だった。いつも思い詰めて和彦を見ていた。でもカオルになったら言いたいこと言ってそんな風にならないでほしかったよ。いい加減にしろ。僕はユウじゃないんだってば。薄気味悪い妄想はやめろよ。そうだね。やっぱりユウは死んじゃったんだ。泣くなよな。どいつもこいつもジメジメじとじと嫌になっちゃうな。おい泣くなよ。ん？カオルを見ているのか。あいつはユウじゃない。いつも後ろくらいような目でおどおどしていたやつじゃない。気に入ったのか。明るい。僕はユウが気にならなかった。ユウを見ていると息苦しいような気持ちになった。それなのにカオルを見ているとホッとする。和彦、お前この間の晩どんな夢を見たんだ。ユウの夢さ。ナオト。なんだ。いつだったか詩の朗読会で僕が賞を取った時、ユウは僕に花を送ってくれたことがあった。おめでとう和彦。白い花か。葬式の花だ。もうよせよそんな話。僕はユウをいじめて挑発して憎まれようとした。だけどユウは人を憎むようなやつじゃなかったよ。あの時の罪だけでも僕は地獄に落ちられる。忘れるしかないんだもう。だけど僕にはやっぱりユウが許せない。ユウはあの時カオルのように僕に殴りかかってくればよかったんだ。そうすれば僕はユウのことが好きになれたかもしれないんだ。ごめん、いつもこんな話ばかりして君には関係なかった。いや何でも話してくれ。前に母さんは絵にも描いていたよね。僕はあの絵が好きだったんだ。何でもないよ母さん。誰か来たような気がしたけれど気のせいだったらしい。もうみんな眠っているさ。真夜中だもの。僕の部屋にある時計は11時57分を指して止まったままだ。僕はその時計を動かさない。あの時計は母さんがくれた時計だからね。急に続けばいいと思っていた。いつまでも和彦のそばにいてこの少年としての時が終わらないことを望んでいた。ところが薫が現れて時間を奇妙な方へねじ曲げてしまった。
死んだ。そりゃそうさ、酢酸エチールが入ってるんだもん。嫌だよ。何するんだ。君はユウじゃない。ユウは優しかったよ。蝶を殺したりしなかったよ。そんなことできなかった。だってユウじゃないって言ったろ。あその蝶を捕まえて。潰してって頼んだわけじゃないんだよ。ごめん、こんなつもりじゃなかったんだ。綺麗なまま殺してあげたかったの。ひどいよこれは。生きていた時と同じ形のまま綺麗な蝶々のまま死んだって死は死だよ。こんな風にズタズタにしてしまった生き物に同情はないの。同情？僕は昆虫があまり好きじゃないし、この世から絶滅しても多分何とも思わないよ。ヒュウに対してもそうだったんだろう。カオル、君は何を知ってるんだ。僕とウリ二つの少年がいて、そいつは君に振られて自殺した。だけど周りのみんなは事故だってことに従っている。君を傷つけまいとしてね。友情は熱いことだよね。僕はユウが僕を好きだった理由がわからない。僕はあまり自分を好きじゃないのに。僕もあまり君が好きじゃないよ。だけどナオトもユウも君を好きだ。そして君はみんなに愛されながら誰も受け入れず心に鎧を着ている。それはなぜ？何のため？僕はきっと弱虫なんだよ。そして臆病なんだ。自分をさらけ出してしまうのが怖いから精一杯隠してるんだ。でも僕はずっとそうやって生きてきた。自分だけを相手に何とかやってきたんだよ。だから君はユウを憎んでいるんだね。ナオトの兄さんぶって保護しているだけのような、その程度の愛なら君は居心地いいんだ。でもそれ以上になると傷つきたくないから、山嵐のように体中にトゲを生えさせて誰も近づけまいとするんだ。でもユウはそのトゲに傷つきながら血だらけになって君に触れてきた。君にはそれが許せないんだ。もういいじゃないか、死んでしまったんだから許しておやりよ。ユウが初めて僕に手紙をよこした時、僕は面と向かってユウに言ったよ。迷惑なんだって。でもまたユウは手紙をよこした。心の中だけで好きでいますと書いてあった。だけど僕はそれも許さなかった。僕を思うのは僕だけでいいんだと言い捨てた。3通目からはもう読まなかった。4通目、5通目、6通目、その後最後の手紙が来た。そしてユウは崖から落ちた。こんな身勝手な押しつけがましい死はないよ。ユウは僕に忘れさせまいとしている。ユウという少年がいたことを、その少年が僕を好きだったということを。ユウは僕の内側に土足で入り込んできて、そのまま居座っているんだ。裸足でだよ。裸足で、裸でだよ。誰かの中に靴を履いたままずかずか入っていけるようなやつじゃなかったんだ。どうして君にそんなことがわかる。君はユウとは何も関係ないじゃないか。僕はなんだかユウが他人だとは思えなくなってきたんだ。君みたいに冷淡な扱い方されたら、多分僕もユウのように熱くなる。ユウの気持ちがわかる。僕の耳元でユウが囁いてる。捨て身になって裸の自分を君に差し出したのに拒まれて死んだんだよ。そして君はユウの死を背負いきれなくて苛立ってるんだ。お気の毒様、死んだ人間を殺すことはできないよ。君はユウが残した思いから逃げることはできないんだよ。消えてくれユウ。僕はユウじゃない、カオルだよ。カオルの中から離れろユウ。ユウはもういないんだよ。ユウの気持ちが、君に忘れられたくないユウの感情が僕にはよくわかる。でも僕はユウじゃないんだ。ユウはもう死んでしまって、いくら会いたくてももう会えないんだよ。寂しくないの。たった一人で生きていて。
ぜ殺さない。そいつは優だ。優は和彦が好き、直人も和彦が好き。カオルがやってきた。これは仲間外れの僕。僕はみそっかすで誰も相手にしてくれない。優しくしてくれたのは優だけ。でも優は死んでしまった。カオルもいないのはなぜ？昨夜カオルの母親が死んだ。え？今朝和彦もカオルを追っかけて列車に乗ってしまった。夜中に電話がかかってきたの？カオルが取ったんだよ。僕は遅くまで起きてたけれど電話の音はしなかったの。ナオト何か隠してるね。どうして？カオルを追い出したかったから嘘をついたんじゃないの？追い出したいのはお前だよ。なぜ？愛されない愛されないっていつも不満顔でおねだりばかりしてるからさ、鬱陶しいよ。ナオト、君のことが気になって迎えに来たんだよ。このアトリエは人のものになっちゃうんだ。母さんの描いた絵は全部売られてしまうんだ。君の母さんはここで絵を描いていったんだね。世界一好きだったんだよ母さんが。ここにはいつも明るい日が差してきていて、僕と母さんが二人でいたんだ。思い出がたくさんあるんだね。話して聞かせてよ。好きだよ同情されるのって。和彦、君の母さんは？僕は両親の顔は覚えてない。本当？発電所の事故の後遺症でね、二人とも死んでしまった。じゃあ君はずっと一人で育ったの？ああ、でも悲しいと思ったことはないんだ。思い出がないんだもんね。だから薫の母さんの話を聞きたい。一緒に悲しい思いをしたい。今晩はずっとここにいてくれるの？もちろんだよ。一晩中話そうよ。話して泣いて母さんのことを早く思い出にしてしまうんだ。
僕がひどいことを言ったから一晩中帰ってこないんだ。僕たちはもうバラバラだ。探しに行かなきゃ。近くにいるはずだよ。直人、立てよ。君らしくないよ。僕は大変なことをしてしまったのかもしれない。手遅れかも。何言ってんだよ。早く早く。どうしたの？どうしたんじゃないよ。探してたんだよ。ずっとここに。大丈夫か、ノリオ。僕は平気だよ。でも、こいつが足折ってるらしいんだ。ノリオ！よかった。怪我してないか？ううん。こいつ、あったかいよ。かわいい。カオル、母さんが死んだんでしょ？でも、もう一人じゃないからね。平気だよ。ノリオ、ごめん。ひどいこと言って。ううん。こいつが足を引きずっていたんだよ。悲しくなって、夜の間中ずっとここにいたんだよ。そのうち眠ってしまって、こいつは僕みたいだったんだもの。仲間外れで、置いてけぼりだったんだもの。ノリオは仲間外れなんかじゃないよ。和彦、なんだか優しくなったね。バカ。和彦はいつだって優しかったよ。ねえ、僕はいいものを隠してあるんだ。今晩みんなで遊ぼうよ。なれば和彦も直人も薫もいなくなってしまう。卒業して寮を出て行ってしまう。来年の夏、僕は一人でここにいるんだ。手紙を君が読むことはないだろう。きっと破られて捨てられてしまうことだろう。でも僕は書かずにはいられない。僕の最後の言葉だから。誰も読まなくてもいい。その方がいい。何かに向かって語りたいだけなのだから。僕は僕の君への気持ちが何か値打ちのあるものだなんて考えているわけじゃない。だけどこの感情は透明で静かなもので決して消えないものなのだということは知っている。君が僕のことを忘れないでいてくれるなら、君の心の中に今の僕が生き続けることができるなら、僕はこの体がなくなってしまおうとも構わない。だから僕は飛ぶ。君に向かって。もし君がこの手紙を読むことがあるとすれば、その時君は僕を許してくれるだろうか。
どうして泣くんだ。優のためだよ。今さら。どういうこと。君は死んだ。君は生まれた。優だった君は和彦に振り向いてもらえないまま死に、薫になって現れた君は和彦の心を捕まえることに成功した。君の恋の企みは見事に叶ったんだ。そうだろ薫。いや優、君は優だ。優の母親も画家だった。死んで何年も経っている母親のアトリエに君は和彦を誘ったんだ。そうだろ。薫どこ行くの。直人は薫が憎い。二人が行くのは優の死んだ崖。優はこの崖から落ちた。その出来事を知った時、僕は優は哀れむより先に喜んだよ。生きていた頃の優は押しつけがましいほどの愛情で和彦の自由を奪っていたからね。身勝手に愛して、いつも和彦の視線の先回りをして、何とか見つめてもらおうとうろつき回っていたからね。君は和彦を独占したかったんだね。そうだよ。優が死んで和彦の目は僕だけを見るようになり、僕だけにすがるようになり、僕はそのことをどのぐらい喜んだかわからないよ。だけどしばらくすると僕は気づいてしまったんだ。何を。和彦は優に囚われているってことにさ。優は生きていた時以上の居場所を和彦の中に占めてしまっていた。死因は強いよ。来ないで。死んだ優を和彦に忘れさせることもできず、その上君が来た。薫、何。飛び降りろ。見届けてやるよ。二度と戻ってこないように君の死を確かめてやる。さあ落ちろよ。ナオト、やめてよ。ナオト、やめてよ。やめてよ。死んでしまう。みんな死んでしまう。何してるんだ。こんなところへ君が現れるとはね。僕にはつきもの。薫に聞けよ。いや優に。どういうこと。直人は病気だよ。心の病。僕は危うく殺されかけたよ。一体何があったんだ。直人は君が好きなんだ。知ってた。いや。鈍感だね君は。直人のそばにいてあげてよ。彼苦しんでるんだから。君にしか助けることはできないんだから。優のことも君は。僕は君が好きだよ薫。君のことが好きになったんだ。どのくらい。僕は誰かを好きになったことなんかなかった。決して壊れないカプセルの中にいた。そこは安全地帯だった。誰も愛したことがなかったから、僕はその出来事に幼くて愛されることに怯えていた。僕は優を拒み、そのために優は死んだ。だけど僕は君を見つめて優の気持ちを知り、優を通して君に近づいていった。そして君が好きになった。カプセルは壊れたよ。だからさ、どのくらい僕を好きなの。
和彦。何？僕は優だよ。君に思い知らせてやりたかった。僕は生まれ変わって君の前に現れて君から愛されたかった。そうして今度は僕が冷たくしたかった。僕を許してはくれなかったんだね。君が許される方法はたった一つさ。教えて。僕と一緒に死ぬことさ。一緒に死のうよ。子供の時間は一番素晴らしいんだから。一緒に死んで生まれ変わろうよ、子供にさ。そして子供のまままた死んでまた生まれ変わろうよ。何度でも子供のまま死んで死んだはず分生まれ変わろうよ。いいよ、一緒に死ぬよ。やめろ。ナオト、僕は君が言った通り言うさ。そして君が言った通り、ここから落ちて死んであげるよ。だけど一人じゃ嫌だ。和彦を連れて行くよ。和彦！和彦、カオル、死んじゃ嫌だ。違う。僕が望んでいたのはこんな結末じゃない。君しか助けることはできなかった。ユウは、カオルは消えてしまった。今度こそ本当に死んでしまったよ。子供の頃、夕焼けを見て泣き出したことがあった。セミを取りに行って、四五人いた仲間とはぐれて、気づいたら一人ぼっちで夕焼けで、僕は恐ろしいほど孤独だった。まるで天と地の間に僕一人しかいないような、そんな寂しさ。夕焼けは
むごいくらいに綺麗で、赤と金色が入り混じって辺り一面光っていた。それなのにそのことを語ることのできるやつは誰もいない。怖かった、寂しかった。僕はどうしようもなく無力で、できることといったら泣き出すことだけだった。今でも僕はその日のことを夢に見る。ちょうどこんな風な夕焼けだったよ。許して、カオル。君はユウ、それともカオル？どちらでもないよ。でも君のことはよく知っている。